コネホバレーは、アメリカが州国カリフォルニア州のベンチュラ軍南東部とロサンゼルス軍北西部にまたがる地域である。1542年に、ポルトガル人探検家、フアン・ロドリゲス・カブリリオによって発見され、スペイン政府に認められた土地特許であるランチョエル・コネホの一部になった。スペイン語のコネホはウサギを意味し、その地域に多かったウサギ、特に、 デザートコットンテールとブラッシュラビットに言及したものだった。コネホバレーはロサンゼルス大都市圏の北西部にある。コネホバレーは東をサンフェルナンドバレーとロサンゼルス市に接し、北はシミヒルズ、北西はラスポサスヒルズとサンタロサバレー、西はコネホサンとオックスナード平原、南はサンタモニカ山脈とマリブ、南東は ロサンゼルス市のウェストサイドに接しており、その先は太平洋である。高度の高い地域はサンタモニカ山脈に入っている。ハイテクの中でも特にバイオテクノロジー分野でアムジェント・バクスター、重機械のジェネラルダイナミックス及び航空宇宙産業のロックウェル・インターナショナルなど多くのハイテク会社がこの地域で栄えている。 その他にもインターネット関連企業や通信系のベライゾンコミュニケーションズとベライゾンワイヤレスなど技術系の会社が多い。医療系では、ウェルポイント、コンサルタントの JD パワー、自動車のフォルクスワーゲント、アウディ、コンピュータゲームの THQ、および化粧品のジャフラコスメティックスなどの企業もある。コネホバレーは白人が多数でヒスパニックがそれに続く地域であるが、 アジア系アメリカ人が少数でも増加しつつあり、その多くが地域の会社で働いている。1910年に、ジョン・エドワーズがデラゲラの相続人から、特許土地ランチョーエール・コネホの一部だった土地を購入した。その後、ハロルド・ジャンスとエドウィン・ジャンスが、ジョン・エドワーズの相続人から、現在サウザンド・オークス中心部となっている土地1万エーカーを購入した。 ジャンスコネホランチと名付けられた牧場が農園に使われサンタスザナ山脈とシミヒルズを使ってサラブレッドバを飼育した。1950年代から1960年代にかけてテレビ映画ライフルマン、ガンスモーク及びボナンザがジャンスコネホで撮影された。またディズニー映画のデビークロケットワイルドフロンティンアの王や ウエスト・ホーザはゴンズでもロケ現場として使われた。この日本にはフェス・パーカーが主演した。ありがとうございます。